屋八丁堀本店の地下特設会場で始まったララいいもの広島プロジェクトの販売会です。専用サイトで消費者から募った広島の隠れた一品などおよそ40点が並びます。こちらは尾道の生姜加工メーカーが本気で作ったクラフトコーラです。いただきます。うん、生姜のピリッとしたのが効いて美味しいです。尾道市にある伊徳食品のクラフトコーラは蒸し生姜を広めようとおよそ1年かけて商品化したそうです。首都圏の方でブームになっているクラフトコーラ、それに蒸し生姜を入れようと、でそうすることによって平熱対応を上げてもらいたいという気持ちで作りました。三原市大和町のヨガンス白龍の日本酒は原料の米を育てた田んぼの住所の番地が商品名になっています。田んぼの番地の違いによってですね、味が変わるんではないかということで我々が始めて実際作ってみてですね、本当に味が違ったというお酒でございます。秋田方市の川根柚子協同組合の柚子バターケーキには地元で採れた柚子の果汁や皮などがふんだんに使われています。ララいいもの広島の販売会がスタートした去年から取り扱われています。なかなか情報発信をするということが課題ですが、ララいいもので発信をしていただくというのは非常にありがたいですね。県内県外のお客様に、帰省土産として、お買い求めいただいて広島の新しい魅力をお伝えできればなというふうに思っております。ララいいもの広島プロジェクトでは今後消費者と生産者との商品開発も予定しているということです。販売会は9日まで開かれます。